下関ボートチャレンジカップ SG3 日目21日土屋智則39イコール群馬が不利り枠も克服し準優行枠を狙う3日目 2R は2枠からピット離れよくインを奪いしっかり逃げた後半 8R は3コースから2着で引き波にも負けない船な足に手応え十分だったいいターン回りがよくて押していた 予選ラストは 6R6 枠の1回走り、相手次第なのでと名言は避けたが、きっと離れから注目だ。